っぱ寝具がね、場所取るよね。あとこのテーブルか、テーブルもちょっと場所を取るな。この辺にしようね。あれは綺麗だけど、僕の方が見てかわいい。僕のネックレス。私、僕でいいよって思います。ママ僕の今日はジャンプだよ。かわいいね。ジャンプ。まるまるジャムできる。ごめんね、みんな。いいやん。これは。たこ焼きくん、発生。たこ焼きくん、発生。たこ焼きくん、発生。すごいね、みんな。ちゃんとちゃんの、ちゃん
これが今日のキッチンその1だけどね。はい、ありがとう、もういいよ。あと、ライター。人参やる？え、わかった？鍋きれいかね。一回洗おうか。洗ってくる。じゃあこれ洗ってくる、二人で。ざっとでいいけ。お腹すいた。お腹すいたね。これも前回作ったやつ。ただの100均のフライパン返しにレザークラストでカバーを作ったものです。これ多分ね、すぐ作ったんだよ。それ、これって油な、何？油だね、いいよ。いや、お肉も入れちゃおうか。全部ね。残しておくのかな。おいしそう。ねえ、ももちゃんもやる。ちょっとこの、さっきのとこだけ母ちゃんやろうか。じゃあこれはどうするん？後でね、お野菜とかやるとき送ってもらおうか。うん、分かった。うん、え、それって砂糖？違う、油。あ、油か、忘れてた。すごい、美味しそう、ね。え、これに、カレールーを入れて、野菜を炒める。野菜を炒めて、お水を入れて、カレールーを入れる。うん、ここ行った。うん。ちょっとフライパン持ち上げてもらっていい？うん、いいよ。父ちゃん大丈夫？そっちに火が入ってるから。大丈夫大丈夫。本当？バーっていかんかね。本当、父ちゃん。大丈夫、父ちゃんは慣れた。え、な、本当に？うわぁ、火だぁ、マイルーティーは。言うかもしれん。どうしよう。美味しそうやね。ねぇ、これだけで美味しそうだね。美味しそう。これだけでも美味しいけど、もっと美味しいけど、これを。ねぇ。カレールーに入れるんでしょ？うん。で、次、ただこれ、うん、入れる。はやいしね。マグがいっぱい。ちょっとやりすぎたかな。すごいかもしれない。ちょっと、あれする？捨てた方がいいかね。抜けた方がいい。捨てた方がいい、これやりすぎ。いや、でもグラスカンもいいんじゃない。食べるだろ。玉ねぎも後でやったら減るんじゃないの、それ分量が。また取ってこようか、私。あ、いや、割らねえ、原型ね。あ、みんなで協力してから拾ってこよう。これカレーにするの？いいよ、ありがとう。そうじゃん。これからカレーになるの？イエーイ。みんなでなんか薪燃えるようなもの、燃えるもの拾ってきてくれる？いいよ。みんなで拾いに行こうか。カレーちゃん